皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日もやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの、マップのこの部分ですね、こちらの方に、産業区域、それと、浄水場ですね、内陸の、下水処理場、それとこちらゴミの、処理場ですねを整備しています。こちらの方ですね。それとあとこちらの方に新しくですね、住居区域とあと商業区域を整備しまして、結構町の方は賑わってきたかなと思います。こんな感じですね。こちらの方はすべて高層の区画にしてますので、まだこれからですね、どんどん高層の建物が、建ってくるだろうと思います。まだですね、人口の方がですね、そんなに、需要がないので、この高さですが、そのうちですね、大きくなっていくんじゃないかと思っております。で、前々回ですね、整備したこちら商業区域、それと、住宅区域ですね、こちらの方もある程度人が住み始めてますね。ちょっと今時間止めてましたので、ちょっと時間動かしたいと思います。はい。それとあと収録外で作ったこちらの方の、高速道路の出入り口ですね。こちらの方もある程度車が流れ始めましたね。で、これの目的としてはですね、こちらの方の車の渋滞ですね。これを少しでも緩和できないかと思って作ったんですが、ちょっとまだ時間がそんなに経ってないので、まだそんなに効果は出てないですね。いやー、これこっからの車の流入がかなり増えてきましたね。やっぱり林業が盛んになっているので、木を積んだトラックが多いですね。これとかもそうですね。もう少しこの辺の渋滞が緩和されるようにした方がいいかなと思いますけどね。この辺はですね、かなりマス目の区画整理をしてますので、ちょっと再開発をするときにその辺をちょっと解消しましょうかね。このマークは何でしょうかね。ちょっと見ましょうか。価値が低い状態です。なるほど。かなり土地の価値が、低いんでしょうね。この崖っぷちに立ってますからね。ちょっとこの辺もね、ちょっと見栄えがあんまり良くないので、おいおい再開発ですかね。この辺も。で、あとそうですね、この古い駅があるんですけど、ここ。この辺なんか潰して問題があるのかどうかですね。その辺もちょっと今後、これをなんか使って観光地にするとか、そういうことができるんだろうか。はい。じゃあこちらの方が今ゴミの集積場がいっぱいなので、これ搬出作業しましょうかね。こいつは、廃棄物運搬施設なので、ここも、ここは今ゼロになったので、今度は、受け入れを開始する形ですね。で、これが、発電所ですね。さあ、こうゴミの問題はどうですか。結構ゴミ箱のマーク消えましたね。
そしたら、ゴミ問題はある程度もうこれで解決したということで、新しくちょっと開発を始めましょうか。今ですね、右下の、グラフの方が、住宅と産業ですね、こちらの方が伸びてきてますので、とりあえずじゃあ、産業区画を整備しましょうか。それではですね、今住宅区画と、産業区画ですねの方を少し増やしました。こちらの方産業区画は、増やしたと同時にまた、産業の、この工場ですね、工場が立ち始めましたので、発展がかなり早いですね。やっぱね、かなり工場地帯ですね、こちらの方で。まだちょっと産業区画需要があるので、もうちょっと増やしましょうか。あんまり増やすとまた渋滞になるんですけど、まあしょうがないですね。ここはちょっと増やしましょう。で、今度は商業区域が少し需要が高まってきましたね。で、ここに商業区域を今作ってるので、こちらの方に、作っていきましょうかね。そしたらば、
はい、そしたらですね、今日はこちらの方ですね、新しく作った、まあ、町の方の住宅区域を、まあ、ちょっと整備した形ですね。で、あと商業区域も少し増やしました、こちらの方ですね。それと、産業エリアの方にも区画を、まあ、作りまして、まあ、産業の方もかなり増えてきたんじゃないかなと思います。あとそうですね、こちらの商業区域もある程度大きくなりましたね。で、ちょっと、地下鉄の付近をちょっと覗いてみますと、結構人の流れもですね、増えてきましたかね。あ、今出てきましたね、たくさん人が。かなり賑わってる感じですね、こちらの。で、こっちの地下鉄がどこに繋がってるかと言いますと、こちらですね。あ、ここですね。ここに繋がってるってことですね。ここには、高校ですね。これ高校があって、まあ、あとはまあこの大通り沿いに商業区域が、あー、人がすごい出てきましたね。いや、かなり賑わっておりますね、これ。で、こっち入っていくと、高密度の住宅区域があって、で、この辺はなんか商業区域と、農業区域がなんか入り混じったちょっと不思議な空間ですね。だからこの辺もね、人が足りないんですよね。
多分ね、これ教育を受けてない労働者が足りないんですよね。労働、まあ今かなり勉強というか高校とか小学校いっぱい作ってるんで、結局そういうところは林業とか農業ではあんまり働かないんですね。だからこれ農業と林業はそろそろもうやめましょうかね。もうちょっとなんか郊外とかでもうほんと教育を受けてない人たちがたくさんいるような場所でやった方がいいんでしょうね。ずっとこう労働者不足なんですよね。ここだって人たくさん住んでるはずなんですけど、小学校をこうやめましょうか。あ、それいいかもな。ちょっと小学校、確かね、こう小学校作ったんですよね。ここか、これか。これをなくせば、ここで教育受けないんで、これちょっと一回移動してみましょうか。そしたらこの辺の労働者不足が解消される可能性ありますよね。これか。まあ潰すのはもったいないんで移動しましょうかね。小学校は意外とたくさんの作ってるんで、ここ真っ赤やな。ここもう一個作りましょうか。ちょっと道路伸ばして、でここに移動。そしたら、ここの部分は、この一角ですね。この一角は、教育を受けてない人がたくさん住むことになると思うので、まあ、ここに住んでる人たちがここで働くように、時間が経てばなっていくんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうかね。あとはその高層、この高層住宅区に、住んでる人たちが農家で林業とか農業をやるかどうかっていうのはありますよね。でも意外とここ立ち並んでるんで結構な人が住んでるはずなんですよね。もうちょっと増やしましょうか。ここは、商業区域に変えときましょうかね。よし。ということでこれはちょっと様子を見てみましょうかね。ここ教育を受けてない人たちが住むエリアで、ここの農業と林業を支えてくれということで、ちょっと様子を見たいと思います。はい。ああ、またゴミが出たな。ゴミの問題がまだちょっと勃発してますね。ちょっとね、このゴミのマーク、ちょっとね、汚いんでね、あんまりこのマークが出てほしくないんですけどね。今この前をゴミ処理車が走りましたね。まあね、この高層住宅区っていうのはやっぱり一気に人が住み始めるので爆発的に人口が増えますので、その分そういうゴミ問題とかが勃発しやすいんですよね。
これゴミ集積はしないのかな。ゴミ集積場もこの辺に作った方が良かったのかな。ちょっと待ってくださいね。こいつをちょっとこっち移動して、ここにゴミ集積場もちょっと作りましょうか。こいつか。これでちょっと様子見てみましょう。はい、じゃあですね、一旦今日はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。